サイコパスぽい。ようお前らテレだということで、今回なんですけど、今回はですね、なんと、あの、〇〇ボーイシリーズのね、サイコパスボーイに、2が出たということでね、早速遊んでいこうと思います。スタート。来た。さあ、先生がやってきました。これ、どれがサイコパスボーイかというと、この中にはまだいないんだよ。朝の出席確認をしますと。うん、この子いるね。この子いるね。そして、おっと、この子はいないのか？さあ、お、なんかいるぞ。サイコパスボーイはどこだろうと。みんな一見さ、手前に寝てる紫の男の子かと思うじゃん。だけど違うんです。ここなんです。奴は、サイコパスなので、砂場で遊んでいます。スコップはどこだろう？ここだろう。はい、スコップ渡して、何するんだ？サイコパスすぎだろ！おい！ということで、サイコパスボーイ2が面白そうすぎると思った子は、高評価チャンネル登録してってね。はい、みんな来ました。サイコパスボーイ2、やべえやつがまた来たと、クリアです。さあ、2行きましょう。電話めんどくさい。これなんだろうね。お、来たぞ。お、スイッチやってる絶対。お、電話来た。電話出なさい。宅急便ですよ、と。はい。え？無視してない？喋らないんだけど。どういうこと？もう電話の回線ごと切るとか？何したらいいんだろうね、これ。お買い物行ってます、ママより。これもう無視した方がいいんじゃない？もういっそ、お、なんかある、なんかある、なんかあるぞ。みんなちょっと画面をタップしまくってさ、いろんなもの調べるか。あ、ハサミあるじゃん。ハサミでこれを切って、お、なんか没収されたスマホ出てきたぞ。スマホをサイコパスボーイに持たせると。そしてママに電話するとね。はい。なんかめちゃくちゃ没収されてんじゃん。ハサミとかたくさん。お、すげえ！なるほど。スマホにかけたママと電話の宅急便の人を通話させたと。ナイス！さすがサイコパスボーイ。もうね、めんどくさいことをしています。かなり。はい、次行きましょう。ステージ3。手を洗ったら。なんか手を洗ってるじゃん。いいじゃん。はい、水で流します。これなんか雑巾があるけど。雑巾これ、おーい。おい、雑巾で手を拭くな。おい、臭いぞ、それ絶対。ははは。これ絶対失敗じゃん。最悪。え、どうしよう。蛇口ひねります。雑巾ゲットして、雑巾男の子に渡すとか。違う。なんだこれは。サイコパスボーイさん。やばい、それは。それはね、サイコパスだわ。うん。え、なんか出てきた。あ、ハンカチあるじゃん。はい、どうぞ。これが正解じゃない？いいね、素晴らしい。だけど、果たしてこれは誰のハンカチだったのでしょうか。サイコパスボーイのやつなのかな？ちょっと可愛いね、このハンカチ。はい、みんな次。トイレ変わってよ。待って、これすっごいサイコパスな予感がするんだけど。大丈夫？誰かがトイレしてる最中に、ノックをすると。やばいやばい、おじさんビビってる、おじさんビビってる。うん。みんな見てここ。ノックは2回って書いてあるのにさ。ほら。サイコパスボーイに見せつけましょう。はい、ノックは2回ですよ、と。お、寝てんじゃねえ、ハゲ。お、ハゲてた、本当に。はい、ありがとうございます。ナイス！で、これなんかもう一個さ、パターンがあるらしい。あ、故障中。お、紫のパンツ履いてんじゃん、ちょっと。どこまでも紫好きなんだね、サイコパスボーイは。はい、皆さん。あっという間に、ステージ5まで来ました。ステージ5、明らか犯人。これなんだろうね。お、明らか犯人じゃん。女の子泣かせちゃってんじゃん、これ。後ろにあるこれは何？これでなんか耕す的な？花をしおりにしやがったぞ、こいつ。サイコパスすぎるだろ、マジで。みんな女の子泣かせてはいけません。そしてここに先生がいると、叱ってもらいましょう。はい。これはどうだ？あ、これもダメなんだ。まあ、そっか。え、でもこっからさ、花戻す方法とかあるの？はい。まずは、畑を耕します。そしてお花を植え直すとか、あ、なんか待って移動できる。もうめっちゃある。いや、みんな見て、めっちゃなんかあるんだけど。やばいってこれ。じょうろで水を汲んで、いや、みんなこれ多分こういうことだよね。花を植えて、
からの上路でお水をあげて復活させると、こんな復活することある。素晴らしい。おー、なんか見てる。サイコパスボムもう一人いるんだけど。怖っ。おい、サイコパスすぎるだろう。やばいって笑顔で。笑顔でね、土にね、人を埋めるのはやばい。そしてみんなね、このサイコパスボーイは女の子に拍手されて、女の子にモテてるけど、元を言うと、花畑を荒らしたのはこいつだからね。気をつけてください、本当に。はい、みんな、1ページクリアだね。さあ、続きまして6ページ目。タクシー待てないと。これなんだろうね。やばい、サイコパスボーイ楽しすぎるんだけど。さあ、あちあちのハギちゃんがいるんですけど、まずここにセミがいますので、セミで頭にね、くっつけますよと。はははは。チーン。白くなっちゃったじゃん。うん。これはサイコ判定なんだ。なんかカエル、熱いお尻を買いました。はははは。何してもダメじゃん。ちょっと。そしてみんなね、忘れてはいけない。このゲームは、サイコパスボーイのサイコ行動を止めることが、ゲームです。はい。タクシー乗り場におじさんが来ました。あ、僕も乗りますよ、と。はははは。さっきのトイレのおじさんだね。さあみんな見て、4分の3、埋まったんだけど、あと正解だけだね、残りは。何するんだろう、これ。セミ取って、あ、なんかセミ取ったら変えられた。寝てるぞ。これで起こすか。起きた、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 起きた。あ、これで自動販売機の飲み物を詰め替えてくれるんだ。さっきあちあちのおしるこしかなかったもん。やばい、みんなサイダーとメロンソーダ選べられるんだけど、僕サイダーでいきます。これ5キロ多く飲みますよと。これでサイコパスボーイが飲み物飲んでる間におじさんは無事タクシー乗りましたと。よかったよかった。サイコパスボーイもタクシー乗ったんだけど、あの運転手大丈夫かな？ちょっと心配だよ。はい、ステージ7。切符をなくした。なるほど。今度はタクシーではなく電車に乗るとね。起きた。じゃあもうこれ改札通った後の話か。はい。着陸しました。あれ？切符がないぞ。どっかできっと落としたんだ。やばいみんな。このおじさんが胸ポケットから切符を取ろうとしてるんだけど、これをね、奪いましょう。うん。おじさんを盾にして、一緒に通ればいいと。ははははは。捕まってて草。しかも友達に見られてるし。恥ずかしいよ、これ。はいみんな。正解はね、電車の中を探すんじゃないこれ。いや、戻ったよ。嘘でしょ。友達と待ち合わせしてるけど、奴が一向に来ないと。だけど皆さん、ちょっと待ってください。窓口に話しかけましょう。あ、待って、笛あるじゃん。これで鳴らすとか。あ、来た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 。恥ずかしがってるじゃん、友達。違うんかい。待って、みんな僕分かったかもしれない。まず笛をゲットするじゃん。で、笛を駅員さんに渡したら電車動くんじゃない？そうでしょ？そしてさっき僕は見逃しませんでした。このベンチの下に、切符があることを。はい、ゲット。待って、でもこれ絶対おじさんの切符じゃない？おじさんに切符を渡す？やっぱそうじゃん。そしたら1枚くれるの。ナイス！優しいおじさん。今回、ハゲてるおじさん、いっぱい出てくるね。はい、ありがとうございます。お友達と待ち合わせしてたね。短パン小僧2人組と合流できましたよ、と。はい、みんな。見て、もう見るからに、サイコパスだね。キリンから降りて。ステージ8。キリンから降りて。ああ、もう驚愕してる友達が。だと思ったよ、僕。絶対ね、乗ってると思った。キリンタップしたら吹っ飛んでったわ。うん。あ、なんかいる。こんにちは。あれ、いなくなってる。おい、やめろやめろ。こんなことある。うん。このカモメの方がなんならサイコパスなんだけど。はい、じゃあこのカモメはまずスルーしましょう。どんだけおんねん。あ、なんかいる！鳥が飛んでった。からの？なんもない。あ、なんか持ってた。ありがとね、カモメさん。これで木を切るとか？はい。切りまして。また通ってきたよ、みんな。また大量に通ってるよ。男の子に渡すとか。これどう？あ、これで無事、着陸できましたよ、と。ナイス！もう一安心だよ、この子供も。はい、みんな。荷物見てね、と。動物園ね。カバン見といてくれ、と。不審者がいます。ゴリラもいますね。
ゴリラと遊びましょう。ゴリラとウホウホごっこをしてたら、不審者に荷物を盗まれちゃいましたと。もうこれダメじゃん。これはね、ゴリラが悪いです。はい。荷物なんか開けれるぞ。バナナある。ちら？盗まれた。最悪。あっちだよじゃないよ。警察に電話かけてて草。あ、みんなきっとこのバナナで何かするとゴリラにバナナも渡しますよと。そしてゴリラ選手はどっか行きました。でバナナの皮をね、おそらく置いときますよと。違うんかい。だけどみんな安心してください。僕はねもう完璧に分かってしまいました。まずこのバナナの皮をゴリラに渡します。そしてバナナの皮をゲットします。そしてこれをこっちに置くと、ナイス！これでいいんじゃない？はっはっはっは。無事作戦成功だね。もうサイコパスボーイの友達大変すぎるでしょ。皆さんやってまいりました。サイコスライダーということでウォータースライダーで遊んでいくんですけど、危険だね、これは。どうやってワープしたそれ。どうやってワープしてるそれは。おい、サイコパスすぎるだろ、急に。危ないからね、それ。お、死んでる死んでる。まずは、あ、これ浮き輪取れないんだ。ゴーグルゲット。なんか開けれる。え、なにこれ。なにこれ。弱い強い選べるね。そしてゴーグルは誰も選べませんと。こっちに渡すとか。お、来た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 。お、赤色あるじゃん。アイテムゲット、ナイス。からの、これを設置して、一緒にファイヤー。これいいんじゃない？これ、強いモードにするのは合ってるのか？果たして。あ、みんなこれ押さないといけないんだ。そしてここで待ち受けると。あ、違う、これで僕も一緒に行くんじゃない？レッツゴーファイヤー。これはどう？え、これもサイコパスなの？避けたじゃん。待って、みんな正解以外僕全部クリアしてんだけど。あ、でもこっからなんだ。あ、これで自分は弱いで進むってこと？これもしかして。あ、そういうことだ。よかったよかった。なるほどね。かき氷プールの中に持ってくるな。食うの早すぎだろ。しかも紫何味なんだよ、それは。ちょ、恐ろしいです。はい。よーし、みんなステージ10までクリアしたね。はい、みんな、ステージ11。無人島に来ました。なんか奥で煙がもくもくしてるね。あ、なんか友達の顔がチキンに見えてきて、食べようと襲ってきて、はい。やばいな、本当に。無人島で遭難してるっていうのにさ、棒があるね。お、SOS 書いてるじゃん。ナイス？からの？お、変なモンスター書いてたら絶対来ないってもう。なんか空き瓶あるね、ここに。はい、手紙を書くと。素晴らしい判断。絶対なんか余計なことしたでしょう。はい、流れ着いて。お、友達がよく拾うみたいだね。無人島にいます。〇〇海のあたりだと思います。楽しいです。助けてくださいって書いてください、ちゃんと。え、待てよ、みんな。これどこにあるんだろうね、謎。タップできるところないよ。ちょっとヒント見るか。ジャングルの奥に煙が見えるね。もしかしたら誰かいるのかなと。え？ジャングルの煙タップできた？あ、タップできる。待って、めっちゃ民族いいんだけど。怖いんだけど。お、民族槍で魚を取り行こうと。やばい！こっち来るぞ、民族が！これ大丈夫なの？こんにちは。え？スマホ持ってんの？え？スマホ貸してくれたんだけど。おい、民族になってるぞ、サイコパスボーイ。はい、なんと優しい民族の方々でした。ありがとうございました。はい、次。最強の3匹。これなんだろうね。絶対ポケモンじゃん、これ。大木戸博士いるって。君の冒険のパートナーを選ぶのじゃ。あ、じゃあ、博士でお願いします。さすがにダメか。ヘビにしてみるか。どうなるんだろう。おー、来た。お、飲まれてるってもう絶対飲まれてるじゃんね。何やってんの。え、じゃあみんなこの魚選ぼう。魚は大丈夫な気がするよ。今度はお前が食べるんかい！おい！何やってんの、ちょっと！さすがサイコパスだね。次こそ鳥選びましょう。飛べない飛べない。重量オーバー重量オーバー。
もうちょっと進化させてから飛ばして本当。あれみんなわかりました。もうねこれポケモンを選ぶのがもう正解でないと。絶対ここに正解があるね。なんかあります。解説資料、解説資料をサイコパスに選ばせて博士に解説してもらう。わしじゃ世界を飛び回る冒険者だったんだぞ。え、でももう博士とも冒険行こうよもう。あ、いいじゃん。お、みんなポケモン選んでんのにさ、僕だけ博士選んでるって。おかしいおかしい、ほら。なんだあいつはっていう目で見てるぞ。はい、次。カバーサスサイコ。スイカいるじゃん、スイカ。スイカ食べてるじゃん。カブ潰せ！いけ、サイコパスボーイ！ナイス！はい。思いっきりビンタしてて草。サイコパスだね、こりゃ。あ、スイカおかわりしてる。いいね。あ、友達とサイコパスボーイが蚊に刺されちゃったんだ。なるほどね。じゃ、蚊をどうにかしないといけないと。なんかアイテムある。あ、ライターでさ、蚊取り線香に火をつけんじゃない。おい、何やってんだお前。ははははやばすぎ。さすがにサイコパスすぎるよ。こっちの友達に渡すとか。あ、違うね。ここが開けられる。お、ナイス。なんか変な、文字出てきたんだけど。あ、これでこうやってセットして火をつけるとか。これだ！これで蚊がやってこないぞ。よーし、ナイス！美味しそうだね。いっぱい口の周りにスイカつけてて可愛いね、ちょっと。はい、皆さん来ました。当てられたくない。どうやら、みんな手を挙げてて、僕はあげられたくないと。こっちは？今日は5日。やばい。まずい。Help me！ 5日といえば、サトルくん、あ、サイコパスボーイ、サイコサトルって言うんだ。めっちゃサイコパスの名前してるやん。5がつく日だから、出席番号5番の子か15番の子が当てられると、こっち非常にまずいね。こういう時はチョークで書き換えましょう。はい。15にしときます。サイコパスボーイ、サイコパスボーイ、すごくない？どんだけ手長いお前。そっからチョーク書いたの？うん。はい、相変わらずサイコですと。はい。一発クリアちょっと珍しくない？うますぎる。はい、皆さんやってきました。サイコメイク。マツコデラックスいる？うん、マツコデラックスいるんだけど。サイコパスメイクをしていきましょうと。やっぱサイコパスメイクは、もうすべて黒に塗って、もう痩せて見えると。これ失礼だな。だいぶ失礼だぞ。他にアイテムはゲットできないのか。あ、隣あるじゃん。可愛い人がいるね。ファンデーションもありますよと。あ、クマがいるぞ、なんか。なんでクマいるんだ、これ。あ、待って、これさ、白に塗ってさ、黒塗ってパンダにするってこと？あれ、かわいい。え、そしてクマになったパンダは、するとメイク落としを見つけますと。これ、お姉さんに渡すのかな？あ、すごい。ちょっと待って、おじさん出てきたし、なんか美人マスクってやつゲットしたんだけど、これは何？あ、これで美人になれるってこと？ナイス！イェイ！サイコパスやるじゃん。いいじゃん、これ。ちょっとおじさんだったのめっちゃ衝撃的だったけどね、僕。はい、みんな。16まで来ました。笠小地蔵のおじさんがいる。傘を渡していきましたと。待って、スコップある。うわー、これ迷うなー。団子取ったらね、絶対まずいんだよ、みんな。ここ掘ったらどうなる？なんか来た。あ、待って、これでさ、みんな見て、ここ、ステージ16、傘が欲しいなって書いてあるから、傘をもらえるようにお地蔵さんのモノマネするんじゃない？これ。で、ここに座ると。そして焦ったおじいちゃんは、傘をあげましたと。天才か？ナイス！はい、ステージ17。トイレ変わって4つ。トイレ大好きだね。なんか怖い怖い、なんか今手跡があったよ、鏡に。ノックの紙ゲットして、はしごあるじゃん。ロッカーもある。手袋と、軍手もあるぞ。え、これ何するんだ？うわー、汚いトイレがある。手が出てきた。はい、軍手して。軍手して。あ、雑巾を濡らすと。はい、雑巾濡らして。濡れた雑巾ゲットして、このトイレから出てる、スキビディトイレの手みたいな人に濡れた雑巾を渡したら、トイレをきれいにしてくれますと。え、待って、すごくない？一発クリアなんですけど。ナイス！じゃあみんなこれ普通に入るパターンどうなるんだろうね、これ。もう手を抜こうとしてる、もうさすがサイコパス。
はい、みんな次行きましょう。サイコバレエ団に来ました。はい。とてもサイコパスな服装を着てるんだけど、え、なんか押すなって書いてある。押したくなっちゃう、そんなの。なんか流れ始めたぞ。起きた！お客さん帰ってったぞ、おい。おい、どういうこと？危な！やばいね。もうこんなのお客さん帰るわ。これどうしたらいいんだろう。暗すぎて何もわかんないよね。あ、スタートとかあるんだ。赤いやつは？明かりをつけました。なんかある。あ、なんか、CD あるよ、みんな。あぶね。違う CD が入ってたんだ、これ。あ、クラシック音楽入ってた、みんな。これでクラシック音楽をセットして、これでスタートするんじゃない？オッケー。さあ、どうなるか。おー、早い早い早い。早すぎてもうライトがもう合ってない、もう。やばい、みんな、今回むずいぞ。あ、曲リストが待って、二つあるわ、みんな。ってことは、切り返します。白鳥の湖かもしんない。これでスタートしましょう。これどうだろう。サイコくんの動きに合わせて、左と右をタップしてスポットライトを当て続けよう。そんなミニゲームあるの？マジかよ。任せてくれと。はい。いいよ。どっち移動？はい。ナイス！はい。スポットライト僕上手すぎない？ちょっと。フェイントとかかけないでよ、サイコくん。はい。いいよ。はい、こっち。はい、戻る。はい、右。もう左しかないね、これは。はい。どっち？どっち行く？ちょっと上手くない？この人。サイコパスボーイ、ちょっとダンスが上手いね。はい、いいよ。はい、左。右戻って。はい、右行って。僕がスポットライトの照明をやる人だったんだね。そしてこの衣装で感動する人はいるんだね。うん、謎です。はい、みんな来ました。寿司食べ放題にサイコパスが来たみたいです。全然ピザと寿司あったわ。めっちゃあるじゃん。食べ放題っていいよね。お寿司取りましょう。はい、お刺身だけ取りました。サイコパスです、完全に。こういうのやめましょう、みんな。よくないね、これは。で、次、ピッター、ピッター。ピッター1枚。そっち？そっち持ってく？さすがにシェフに止められたよ。うん。え、じゃあ次は、お肉は？お肉だったらいいんじゃない？うわ、うまそう。めっちゃうまそう。しまっ。わかるよ。わかるよ。こういう料理はね、少量を楽しむものですから。でももっと食いたいのはわかる。あ、待って、なんか後ろにさ、おっきい皿持ってる人いたわ。サイコパスボーイにおっきい皿を持たせましょう。はい。そしてお寿司を、おい、なんで刺身だけ取るんだよ。やばい、みんなミスりすぎてさ、もう残り一つになった。これもう正解しかないよ。ま、だけど、後ろの大きい皿を取るのは合ってそう。え、そしてチェンジしますと。からのだよね。からのピザとかは？あ、これだったらバレないんじゃない？ほら。バレるわ。え、どうしたらいいのこれ。はい、とりあえず大きい皿ゲットします。ここまで合ってるのかな？あ、待って、大きい皿にしたらさ、このお肉めっちゃくれるんじゃない？もしかしたら。あ、くれた！ナイス！お、おかしいだろ。シェフ、ちょっとバグってます。はい。さあみんな、最後の問題来ました。終業式の荷物。いやみんなね、終業式といえば、見てください。最終日にね、ギリギリ持ち帰る人がいます。もうそれがサイコパスボーイですと。目の前に宅急便があるので、もう箱に入ります、僕ごと。そして運ばれた先は、翌日、友達ん家に、はい、来ましたと。怖すぎだろ。あ、これが違うっていうのは、大体予想できてたよ。あ、待って、なんかある。隠せるんだ。先生見てたけど、うん。先生バリバリ見てましたけど、はい。で、待って、みんな分かったかもしんない。え、なんかいる。なにこれ。片方ないらしい、どうやら。ってことは、つまり、これだ！あった！これを渡すんだ。はい、どうぞ。よし、ナイス！これで先生が、書いて、お、行っちゃったぞ。おっと？もしかしてこれ友達じゃない？はい、車で家まで送ってってあげるよと。いい友達を持ったね。サイコパスボーイのまんまだ。はい、ありがとうと。ナイス！はい、ということでみんな今回の動画どうだったかな？
サイコパスボーイ2だったんだけど、なんとね、まだこんな感じでね、新しいステージがまだ残ってるからね、続きが見たいよって思った子はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。いや、相変わらずサイコパスだったし楽しかったね。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあな、サイコパス。